はい、小豆島町議会議員三木隆の週一動画パート3ということで3つ目、進めていきたいと思います。今回のテーマはですね、12月議会の補正予算ということで、12月にね議会があったんですけど、その時のね補正予算の内容について少しね、触れていきたいなと思います。総額でいうとね、補正額っていうのが9000万円の補正額っていうのが、議題として議案として上がってまいりました。その中でですね、3500万ですね、大体3割強ぐらいの、予算が、瀬戸内国際芸術祭の、準備段階の予算という形ではありましたね。9000万中ですね、3500万が、瀬戸内国際芸術祭の予算ということで、ちょっとね、サイズが大きいので目立ったっていうところもありましたし、そうですね、そういう意味でちょっと私の中では、いろいろと確認することとかあったなという感じで、一つ気になったのがね、もうこの瀬戸内国際芸術祭の予算の3500万のうち、修繕費の900万の中でですね、220万が、とあるものに使われるということで、ちょっと個人的にね、これはね、感情論みたいなところがちょっとあるので、賛否は当然あるとは思うんですけど、要はね、このスターアンガーっていう矢野部健二さんの作品があるんですけど、これがね、今、坂手港で港に、言ったらランドマークみたいな形で、立ってるんですよね。でこれ本来はこのね、球体みたいなのがあるんですけど、こうずっと回転する作品ではあったんですけど、今ね、そこがちょっと壊れてしまってるのかね、どうなってるか分かるんですけど、もう回らなくなってしまってると、でこれは作品としてね、修繕する必要があるっていうところで、この回ってるのが今止まってるんですけど、回すのにそれを修繕するのに220万かかりますというね、修繕費の中でちょっと質問の中でね、出てきまして、ちょっと高くねえかというふうに私がね、思ってしまったところから、発展してるというかね、高くねえかと思いながらですね、高いなと思ったんで、実際その場で僕質問をしたんですよ。で、この220万分の価値はどのように考えてるんですかっていう、確かそういう内容の質問だと思うんですけど、役場、行政側の回答としてはですね、やっぱり矢野部さんが作った作品っていうのは、回ってるところまでがきちんと作品であるというところなんで、それが止まってるっていうこと自体はもう作品として成立しない。だから、今後ね、来年度は瀬戸内国際芸術祭始まるので、これはね、修繕する必要があって、それに対してやっぱ220万かかるという、説明を受けてですね、説明としてはね、全然理解できました。ただやっぱね、感情論としてね、私の感情論ってちょっと高くねえかなっていう意味で、ちょっと納得ができなかったんですよね。ただ、議会としてはね、議会としてはやっぱ補正予算っていうここの部分、総額9000万ですね。結局9000万円の、予算を承認することにご異議はございませんかという流れになるので、なんか感情論的には納得はできひんだけど、否決するほどでもないっていう感じでね。結局は、私も異議なしという形で承認をしました。これね、結果承認をしたんですけれども、やっぱね、自分の中でなんかこう、腑に落ちないというか、なんかやっぱ引っかかりがあったので、私ね、月1回ないし2回ぐらいね、地域ミーティングっていうのをさせていただいて、今の現状で大体10回はね、やらせていただいてるんですけど、そのね、10回目の時にこの話をさせていただきました。そしたらですね、その参加者の住野さんっていう方なんですけど、ですね、Facebook のこう投稿にね、こういう形で上げていただきました。坂手港にあるスターアンガーですね、この作品。が故障して回転しなくなったので、小豆島町は220万の予算で修理することを決めたそうです。ね、費用対効果が高いのか低いのか、小豆島町民の皆さんの意見が知りたいですね、ということで、投稿ね、Facebook で投稿してもらったんですけど、コメント数がね、27です。これね、実際、今現状撮影してる日がですね、12月の26日なので、このコメント数27っていうのは、26日現在のコメント数ですね。だからちょっとまだね、ひょっとしたら皆さんが見る頃には増えてるかもしれないんですけど、12月の22日にこれね、住野さんがアップ、Facebook 上にアップしていただいてて、それからですね、アップしてから、
4日間ぐらいで27のコメントなんで、そこそ こうコメントは活性化してて、まあ住民の皆さんとかね、まあ当該の人とかもコメントしてましたけど、まあ興味関心って結構高いのかなっていうふうにね、思いました。中にはね賛否両論意見やっぱりあって、まあ私と多分一緒なのかなっていう感じはするんですけどね、ただですね、私まあここからこれ動画のね2で話してると思うんですけど、議会の使命その1っていうところで、まあ、あの前回も出したんですけど、議員必見に、ね、書いてあることなんですけど、地方公共団体の具体的政策を最終的に決定することであるということで、まあ決定したのは結局議員で、ただ私としてはね、なんかやっぱ腑に落ちんかったなっていうのがあったので、こういうね決算とか実際の、今回ね、補正予算っていう形だったんですけど、本議会ね、要は骨格予算とか決算に関しては付帯意見っていうのをつけれるんですよね、議員として。で、こういうね、どういったんですかね、決算とか本来の予算の中では付帯意見をつける機会があるんですけど、補正に関してはねこれがなかったので、一体どのパターンでどこでねどういったこと風につけていったらいいのかちょっと僕もわからなかったので、まあ、それをね今勉強させていただいているところです。補正予算で出てきた時にちょっと納得できひんないわなみたいな、でも否決するほどでもないなっていうところでね、じゃあどうやったら自分が納得できる、住民の皆さんがね納得できる承認をできるかっていうところで、まあ、付帯意見をつけるっていうところが私の中での今現状の私の中での解決策としてはそれかなっていうふうに思いますね。まあ単純にあそこね僕ね、まあ、異議なしって、結局予算承認をしたんですけど、これなんか住民の皆さんにどうやって説明するかなっていう時にできんよねこれっていうふうになんかね、思ったので、それをするね、やっぱ自分もちっと納得して予算承認をしていくためにはこうやって意見をね、つけていくっていうことも重要ですし、まあ、この付け方をね、実際今日ですね、今日26日かな7日かな、どっちや26日かで、12月26日に、まあ、議会事務局に行ってですね、付け方いろいろ教えてもらったら、まだちょっとね別の流れの話にもなったので、まあ今後ね、こういう意見をつけていくような流れにはしたいんですけど、まあ私の質問の仕方であったりとかですね、現場で、ね、どういうふうに対応するかによってこれは変わってくるっていう話はね、教えていただいたので、今後はちょっとそんな感じでね、やっていきたいなというふうに思ってます。でですね、まあ議会の使命その1何回も言うんですけど、結局ね、地方公共団体の具体的政策を最終的に決定するのはすることはであると、まあ決めるのが議員ということなんで、ね、決めたのは結局議員なのでね、決めたのも議員なので、もうね、お前なんでそんなこと結局決めたんやみたいなクレームに関してはね、もうぜひ、私ですね、三木隆に一回ぶつけてほしいなと思いますね。まあクレームというよりかはね、叱咤激励という意味を込めて、私の方にね、いろんな意見をまた寄せていただけたら、私自身もね、議員としてまたね、もう一段階という形で成長していけるので、ぜひそういった、お話というかね、叱咤激励をお待ちしております。というところでパート3の動画を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。